若林さん。あれ、おいおいおい、ずいぶんと上から目線じゃねえか若林。こっちのちっこいのが青井慎吾か。テレビで見るよりさらにチビだな。対戦相手にそんなことを言ってはいけません。どんな相手にも敬意を持って接しなければ。なんだ、まさかってのはどういう意味だよ。僕らは君たちロンバルディアのことを徹底的に調べさせた青井慎吾。君のデータも僕の頭にはしっかりインプットされ、試合ではいい勝負をしましょう。お互いにサッカーの女神の微笑みがあらんこと。葵、ヒューガさん、ここがロンバルディアの練習場か。視察に決まってんだろうが。ま、チビスケがレギュラー張ってるチームなんかデータなしでも勝てるだろうけどな。世界トップね。だったら俺のシュートくらい簡単に止められるよ。次は邪魔させねえ。やめなさい。今度こそ止めてみろ。なんだ、フェルナンドか。止めるなよ。ここへ何をしに来たんですか。実力の違いを見せてやらねえ。対戦相手を壊して優越感に浸りたいとでも。そんなつもりはねえぞ。それならここまでです。分かってる。これ以上の狼藉は僕が許しません。なんで自分より知って。試合になったらこうはいかねえ。うちの英雄気取りが失礼なことをしました。治療費はこちらでお支払いします。本当にですが、アキレウスのシュートの威力は試合での出来事であれば、僕も彼を止めるつもりはありません。それでは。くそー、負けるもんか。
行くぞ。
you